あなたは今、海面から3キロメートルの場所で泳いでいます。え？どうやってそんな深いとこを泳ぐのかって？それは聞かないでください。とても寒く、圧力も高い。周辺に魚はいません。と思いきや、緑色の光っているものを目にします。これは、ダルマザメです。暗闇の中で光る首は、他の魚や美味しい獲物を引きつけます。体はそこまで大きくなく、猫と同じくらいです。皮膚は茶色で、大きな緑色の目が特徴。しかし、見た目に騙されちゃダメですよ。この生き物は、毎晩水面に浮かび上がり、ホオジロザメ、クジラ、さらにはメカジキまで追いかけるんですから。よく見ると、鋭い歯が揃った丸い口があります。この歯はただ噛むだけではなく、ノコギリのような機能も持っているんです。英語でクッキーカッターシャークと呼ばれているのには理由があります。美味しそうなものを見つけた時は、クッキーのような噛み跡を残しながらかぶりつくんです。また、潜水艦を壊すサメとしても知られています。一体、どんな味がするんでしょうね。次に登場するサメは、長さが車と同じくらい。今まで100匹ほどくらいしか見つかっていませんが、もし遭遇することがあったら、間違いなくその姿が記憶に焼き付くことでしょう。とにかく、口が大きいんです。それはまさに、メガナ、マウス。そう、名前がメガマウスなんです。丸まれば簡単に口の中に収まります。しかしこのサメは危険ではありません。人間にとってはですが。口を開けたまま泳ぎ、プランクトンや水底にある美味しいものをどんどん口の中に入れていきます。口の中には特別な光る器官があり、それが小さな甲殻類を引きつけます。真っ暗闇の中、海の奥深い場所で泳ぐのです。きっと素敵な笑顔をしているんでしょうね。オナガザメも巨大な体のパーツを持っています。それは、尻尾。長さは体の半分ほどで、ヘリコプターのブレードのような見た目をしています。尻尾を使って狩りをする数少ない動物なんですよ。オナガザメは魚の群れに忍び寄り、尻尾を振ります。一部の魚をびっくりさせることが目的。ピンチの時には尻尾を使って身を守ることもできるんです。このサメの一番いいところは、人を攻撃しないということ。カスザメ族。エンジェルシャークと呼ばれているカスザメ族は、複数の種類にわたります。エンジェルと言いますが、天使からは程遠い生き物です。赤エイのように平べったく、皮膚は海底に溶け込むのに役立つパターンから成り立っています。上手に隠れるため、ダイバーが間違えて触ってしまうこともあるくらい。危険といえば危険です。ものすごく速く強力な顎を持っていますしね。しかし、人間よりも小さな魚を好みます。カリフォルニアネコザメは、目が真上にあり、角のような見た目をした二つの羽を持っています。サメの世界では、まさにおじいちゃんのような存在。攻撃性がなく、ゆっくり泳ぎ、毎晩遅くまで起きているんです。そして、何よりものお気に入りの食べ物が、ウニと甲殻類です。まるで足があるかのように、ヒレを海底で移動させます。しかし、軽く見たらダメですよ。噛む力が最も強いサメの一種なんですから。深夜の食事で殻を壊すためには力強い歯が必要です。また、攻撃するのも絶対に NG です。ヒレには鋭いスパイクがついているんです。最も醜いサメといえば、ミツクリザメ。外観がとにかくとっても奇妙。大きさはピンク色の水中バイクと同じくらいです。長い尻尾に長い鼻。海底の奥深くに住んでいて、イカが大好物。他のサメほど速くはありませんが、こそこそするのが得意です。
秘密のイカ取り技術を持っていて、これがまたすごいんですよ。見てください。イカの後ろを泳ぎ、少しずつ近づいていますよね。イカの速度は落ちません。今日の狩りは失敗か?と思いきや、次の瞬間に口を開けます。顎が皮膚のひだについているので、なんと口から顎を投げ出すことができるんです。もちろんサメなので歯は鋭いですよ。顎のおかげで今日のランチがゲットできました。食べ終えると口の中に顎を戻します。これらのサメは日本の沖で何度も発見されているんですよ。鋭い歯のついた口を突き出す姿からゴブリンシャークとも呼ばれています。さらに忍者カラスザメという名前のサメもいます。海底につながっているチューブがあるとしましょう。とても暗いので何も見えません。しかし突然、遠くで動く光る点が見えるのです。あなたに向かってすごい勢いで近づいてきています。頭は青く光っていますが、胴体がありません。忍者カラスザメの皮膚は黒いので、暗闇の中ではほとんど見えないんです。大きさは人間の腕と同じくらいですが、鋭い歯はバカにできません。そしてなぜこのサメが光るのか誰も知らないのです。美味しそうな魚を引きつけるためでしょうか。別の理論では光を使って仲間とコミュニケーションを取ると言われています。仲間なんているんでしょうか。シュモクザメ。この凶暴なサメは体重が最大 0.5 トン。世界中の熱帯海域に生息していて最もわかりやすいサメの一種です。ハンマーのような頭の両側に目があります。つまりどの方向も見えるということ。また特別な首の筋肉を持つことで頭を上下に動かすことができるので周りをよく見渡すことができます。好きな食べ物?それは、アカエイ。海底で泳ぎ、砂や岩のかけらに溶け込む、あの生き物です。アカエイは、周囲の環境に溶け込むことで、危険な状況を回避します。しかし、シュモクザメの目には、すべて見えているんです。ホオジロザメやシュモクザメなどの巨大なサメは、約25年間生きます。しかし、一種のサメだけは、もっと長く生きることができるんです。ニシオンデンザメの寿命は、なんと300年から500年。主に北大西洋と北極海に住んでいます。暗い場所を泳ぐのが好きなので、鼻を使って食べ物を探します。また、深い場所でほとんどの時間を過ごすため、強い圧力にも耐えられるようになりました。地球上で最も古く、ゆっくり動く大きな魚です。北極圏のクルーズに参加していることを想像してみましょう。目の前に凍てつく冷たい水の中をゆっくりと移動しているサメがいます。それはあなたより400歳年上かもしれませんよ。ほとんどのサメは雑食性です。イルカ、他のサメ、カニ、ウニ、そして自分より小さいもしくは大きい魚を狩ります。あとホットドッグも、なんていうのは冗談ですが。しかし、ウチワシュモクザメは少し違います。食事の約半分は藻類なんです。シュモクザメと関係していますが、頭はシャベルのように見えます。次のサメは、ラブカ。ラブカが泳いでいたら、おそらく誰もが海蛇か巨大な水中ミミズだと思うことでしょう。ラブカもまた多くのサメのように、海の底で泳ぐのが大好き。美味しいものを追いかけるときは蛇のように動きます。そして蛇と同じように獲物を丸ごと飲み込むんです。でも、だからといって歯がないわけではありませんよ。鋭い歯を200本も持っているんです。ノコギリザメには長くて平らでとんがった鼻があります。鼻にある歯は成長し続けます。各歯には電気受容体が装備されていて、これはノコギリザメが周辺を感知するのに役立ちます。まさにサメのレーダーなんです。獲物が近づいてくるとサメは上に泳ぎ
鼻を打ち、騎士が自分のスキルを見せつけるかのように振り回します。次のサメは近くを通り過ぎた場合でも気づくことはないでしょう。見えました？これでどうでしょう。世界で最も速いサメ、アオザメです。最大時速 55km で泳ぐことができます。陸の上だとそこまで速くないかもしれませんが、水の中だとものすごく速いんです。チーターよりは遅いですが、ほとんどの犬よりは速いはず。サメとしては珍しい温血動物なので、通常のサメでは生き残ることができないくらい寒くて遠い場所でも泳ぐことができます。しかしメカジキはもっと速いです。その速さは最大で時速 90km。 サメではありませんが、素晴らしい生き物なので見てみましょう。レースが開催された場合、メカジキは間違いなく1位になるでしょう。しかもただ速いだけではなく、独創的に速いんです。鼻の横には特別なオイルを排出する腺があります。このオイルは鼻に広がり、小さな穴の中から出てくるんです。防水性のある特殊なオイルなので、メカジキはそれにより高速で水の中を泳ぐことができるというわけなんです。